審議所であれだけ短歌切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だエルビ、お前の判断を信じよう。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れるな。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。来てくれよな。行くとしよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。女型は食われた。だが、君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ。以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後も、ある程度動けるタイプだとすれば。そして、あらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいたやつは今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が
力を残す術を持っているなら再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。我が藩の勝利を信じてます。ご分を。必ず進もう、振り返らずに。相手になるよ。すまん、団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。だったリヴァイ班のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。待ちしてやる。さあ、ここで補給するんだ。拠点は頼んだ。相手になるよ。片付けよう。よろしくな。分かった。結果は誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は。やるよ。始末してやる。しっかり頼むぜ。任せておけ。片付けよう。相手になるよ。始末してやる。やるよ。片付けよう。やるよ。このまま掴みは相手になるよ。よろしくな。分かった。次だ。みんなを信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。
殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。見たか、すげえ。あの女型が一方的にとどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。拠点。片付けよ。やるよ。しっかり頼むぜ。俺が仲間を信じたいと思ったから、みんな。俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に勝てた。捕獲だってできたかもしれない。俺が選んだ。俺がした選択でみんな死んだ。俺のせいでみんなが。だけどやっぱりお前が悪い。
おい、エレンはどこだ。よし、いいぞ。してやる。巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。頼みます。次から次へと湧いてきやがる。落とした。いいだろう。救出に目的を絞るぞ。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。そうだ、掴みは。よし、この拠点で補給していくといい。巨人どもめ、邪魔すんな。こんなもんか。救援要請を確認した。援護に向かう。すっごい、やるじゃない。よろしくな。了解。しっかり頼むぜ。わかった。よし、こいつで足止めしてやる。よろしくな。了解だ。バクシ、巨人どもが邪魔だな。討伐完了。始末してやる。になるよ。この罠なら少しは奴の足を止められるはずだ。始末してやる。しっかり頼んで。よろしくな。任せておく。こんなもんだ。よっと。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。エレンは生きてる。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。相手になるよ。始末してやる。やるよ。疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。
多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。